こんにちは、ポコタです。今回は脱出探偵少女、新しくね、今までは山吹のぞみ編だったんですけれども、高森ゆい編ニューって書いてるけど、これがね解放されたようなんで、シナリオがなんで、こっちの方をやっていこうと思います。まあ視点が変われば内容も違うといったところなんでしょうか。それともね、前回までとは全く違うものが展開されるのかちょっとわからないんですけれども、やっていきましょうかね。私生きてる？これはあれか、最初に捕まったところからっていう感じかな。目が覚めるとそこは見知らぬ部屋だった。今私は非日常にいる。まだ事件に巻き込まれている最中のようだ。幸い体は動く。私は部屋を見回し扉を見つけた。がやはり扉は開かなかった。あの連中私を拉致して閉じ込めたんだわ。ほう、あの連中とはナンバーナインのことでいいのかな、それとも全く別のあれなんかね、話なんかね。なすすべがないこの状況で私は生かされている。そう実感した時、私は急に恐ろしくなった。現実では虚無感を日々感じていたくせに、いざ非日常に放り込まれると生存本能が呼び覚まされたようだ。今はただ日常に戻りたい。帰ったらすぐに家族に会いたい。家族と一緒に暮らしてんだね。誰かいないの？と言っても誰も多分ね、返事はしないんだろう。今は誰かに頼るほかなかった。しかし返事はなく、ただ静寂が戻るだけ。ハロー、ハロー、こんにちは。これナンバーナインかな？急に呼びかけられ、私はその声の方向へ振り向く。いつの間にかモニターに電源が入っており、その中で不気味なマスコットが笑っていた。こいつが私を閉じ込めた張本人。ナンバーナインと名乗るそのマスコットは、ここで行われるゲーム、命を懸けた脱出ゲームについて楽しげに説明していく。私の他にも3人閉じ込められているらしいが、全員が脱出しなければ死んでしまう。そんな恐ろしい内容だった。そしてモニターに映った少女、これは前回の主人公ですね。山吹のぞみと呼ばれたその子はとても怯えた様子だった。この子がヒロイン、私とアイテムを交換する相手。こんな子に命が握られているなんて、なんという悪い冗談なのかしら。彼女が失敗すれば私も死んでしまう。私だけではどうしようもない重要な役回りだ。もちろん彼女だけじゃない。参加者にバカがいないことをただ祈るしかなかった。ナンバーナインの合図とともに部屋に明かりが灯る。理不尽なデスゲームの幕開けだった。30分後には死ぬかもしれない。ん？ううん、このまま死んでしまう人生なんて嫌。まだ私の知らない幸せ、生きたその先に望みがあるのなら、絶対にクリアしてやる。生き延びてやるわ。はい。制限時間内に脱出せよ。やっぱり前回とは違った視点でっていう話だ。話みたいだね。今度はルーム B。ルーム B を探索していくと。これは携帯とハンマーが机に置いてあるわ。何この携帯、ほとんどアプリが入ってないじゃない。
圏外だし、カメラとメモぐらいしか使いようがないわね。あとこのハンマー、片側が欠けているわ。別の場所に欠けた部品があったりするのかしら。あ、もう手に入れてるわ。これ穴がある。怪しいね、この穴。ここの壁、不自然にひびが入っているわ。覗いたりできない。あ、ピアノ。蓋が閉じられたピアノがある。弾いてみろってことかしら。そんなことある。そんなことあるから。蓋を開けてみよう。ででん。弾く前に蓋を開けてみよう。ん？なんか見つけた？おっと。開けられないわ。ご丁寧にネジで止められているみたいね。プラスドライバーが必要。なるほど。なるほどじゃない。なるほどじゃない。なるほど。これが、はい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 。わかった。これもう、あれじゃないの？ご利用方法。説明聞く。悲劇のヒロイン役とアイテムを交換することができます。欲しいアイテムを、あ、こっちがまず選択すんの？はい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 。交換してからのお楽しみです。はい。これいきなりできないのかな？あ、できる。できるけどいらねえ。どっちもいらなくね？まだいらないわ。でもなんかやってみる？暇つぶしに。向こうはいるんだもんね。あのトンカチが。いるはずなのよ。ここさ、なんかできないのかな、これ。できねえか。他の場所調べよう。あ、待てよ。これ何？関係ないのか。ピアノ弾いてみる？弾けるんだ。弾けるんだね。あ、いやー、いらねえんだけどな。これにしてみる？電池もらったけどさ。他になんかないのかね。ルールの確認でもしてみるか、暇つぶしに。ここら辺はね、もう前に見たからな。あ、見っけた。何これ。横からカードのようなものを差し込めるみたい。あー、なるほど。でも俺が持っているのは今電池しかない。残念なことに電池しかないんだよね。あ、これは？足元は？関係ないか。いやー、ないかな、なんか。またちょっと交換してもらおうか。いいのねんだけど。これちょっとちょうだい。これトンカチで壁殴る？ほらほら、いけた、いけた、いけた。ラッキー。壁から装置のようなものが出てきた。こんなに綺麗に砕けるなんて人工的なセットって感じよね。さて、何でしょうね、これ。何これ。わお。あー、なるほど。こっちは？え、何これ。え？あ、そう。あ、そうっすか。また交換だわ。あ、来た。カセットテープ。はい。
カセットテープゲット。だからこれでカセットテープをそんなバカな。テープ表にしてセット。はい。見られそしみ。何を言ってるのかしら。ん？何か音がしたような。何これ？さっきの音声、携帯にメモした方がいいかもね。見られそしみ。これでよし。で、ちょっと待ってよ、これ裏にすると EADGBE、 こう面白いな。なるほどね、これも EADGBE。 へえ、よくできてるね、 EADGBE。あ、違う。これじゃねえ。これだ。違うわ。ミドソラ、あれ？ミドソラ？ミラレソシミ。あれ？ミラレソシミ。ピアノ弾けってことじゃないの、これ。ミラレソシミ。これ？ミラレソ。え？ドレミファソラ。わかんねえな。あ、待てよ、ちょっと待て。もう一回。ミファソラシか。ミファソラシって。もう一回。ミラレソシミ。ミラレソシミ。ミファソラミ。レソシミ。違うんかい。あれ？ミラレソシミ。え？わかんねえ。ミドソラ。わかんなくね。ミ。あ、ミド。あれ違うな、これ違うぞ。C か。ドレミ、CD。ドレミ、E、ファソ。来た。ロッカー解除された。あ、ドライバーだ。ドライバーが手に入った。たら、ちょっと待って、蓋を開ける。開けられないわ。これでこれを使えばいいね。来た。何これ。中からケースが出てきたわ。蓋が閉まってる。手では開けられないタイプのようね。手では開けられないタイプ、そうは言われましたよ。さあ、手では開けられないタイプ。こ、来た。イエーイ。で、これをさ、これで開けれないの。よし。ああ、カードだ、ラッキー。どれだけ自分をアピールしてんだよ。文句言うのも忘れてないね。これで
これだ。これね。来た。装置にランプがついたわ。あー、待って。E、E シャープ、BB、A、A シャープ。あ、これがピアノのとこか。E、E フラットか。E、E フラット、BB、A、A。これ大丈夫かね。よし。メモしたから、これで。これで行ってみようか。ピアノでしょ？ピアノ弾けってことでしょ？でもこれどれが E なのか俺よくわかんないんだけどな。ドが C だから、C、D、E だから、C、D、E。これか。E と、E フラットで、C、D、E。え？ A、え？ C、D、E、F、G、A、B。これか。で、これが、来た！よし。鍵。出れるー。なんかいろいろ疑問はあるけど出れるぞ。なんか返すものとかあったっけ？返すもんねえよな。ない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 。全部俺の部屋にあるやつ、あったやつ。自分の部屋のものは自分で持って出なきゃいけないみたいなのあったもんね。確かルールが。来た。来た。やったわ。これで脱出なのかしら。イエーイ。無事脱出したんじゃないこれ。脱出条件を確認します。怖いなこれ。 B の参加者クリア条件を満たしています。あれ、アイテム確認してください。なんて、ちょっと待って。あれ、返さなきゃいけないものなんだったっけ。ちょっと待って、ちょっと待って。ハンマーのままパールの、え、それだけ？あ、わかった。カードだ。カードを取らなきゃいけないんだ。回収。これだ。これで、出る。いけた？クリア、よかった。クリアしましたね。脱出の準備が整いました。他の参加者のクリアまで待機してください。了解っす。どうやら私ができることはここまでのようね。あとはここで待つだけ、祈るしかないわね。なるほど、なるほど。おお、なんか残り1分になったんだけど。すべての参加者のクリアを確認しました。最後の扉を開放します。その日の夜は合コンの帰りだった。これはさらわれる前の話かな。結果は外れ、外れとか言うな。もう何回目になるかもわからないけど、うまくいった試しはない。私何やってるんだろう。いい男いなかったんだね。都内勤務の OL25 歳。婚活を始めたのはつい最近のことだ。あ、婚活してるんだね。きっかけはありふれたものだと思う。毎日毎日同じ時間の同じ電車に揺られ、同じ経路をたどって出社する。口が回ってない。繰り返して繰り返して、あっという間に3年の月日が経っていた。あ、じゃあ大卒なんだね。大卒で OL。そんな感じかな。けれどある日、誰もいない自分の部屋に帰宅して、ふと寂しさを感じるようになっていた。あれ、一人暮らしか。家族がどうこうみたいなこと言ってたけどな。今までずっと他人を知ろうとしなかった。知らなくてもずっと一人で生きていけた。だけど考えてしまったのだ。私は今幸せと呼べる人生を歩めているのだろうかと。同僚も両親も私の周りで
結婚の言葉を何度も口にしていた。うおー、すんげえプレッシャーかかるね。まるでそれが幸せの絶対条件であるかのように。私が世間で言う婚活女子となるのに、そう時間はかからなかった。でも合コンはね、やってくれる友人かなんかがいていいじゃないね。俺もそういう友達欲しいな。だけど私にしようとか寄ってこなかった。なんで？私も若い方だと思うけど、25だよね。全然いいんじゃないの？愛想がいい子やおとなしい子ばかりに男どもは集まっていく。ああ、なんか気が強そうだもんね、この人。何でも口に出してしまう性格の私は、きっと近寄りがたいと思われているのかもしれない。人に嫌われるのは慣れている。しかし、進学も就職も順調だった私にとって、婚活がこんなにも屈辱に感じるものだとは思いもしなかった。私にだって少しくらい夢を見させてくれたっていいじゃない。なんかお金にこだわってたけどね、この高森さんってね。もう婚活は疲れた。自分を演じてまでこんなことをしたって幸せになれる気なんてしないわ。そうして自分を慰めている間に部屋の玄関にたどり着いていた。いつものように鍵を開ける。当然部屋は真っ暗のままだ。ただいまを言う相手もいないってね。同じく。同じくですよ。私も別にただいまとか言ったことないけれど。ただいま。お、謎の人物。誰もいないはずの部屋。そこには見知らぬ男が立っていた。いや、部屋暗くして。怖っ。部屋暗くしてずっとこの人帽子かぶって立ってたの？お望み通り、あなたに夢をお見せしましょう。すげえ、心を読んでる。声を上げようとする。が、背後からもう一人現れ、急に口を塞がれる。おお、謎の人物に。あなたは優秀であるがゆえにプライドが高い。そのくせ、誰が言ったかもわからない言葉。世間の一般論に流されやすい。それは婚活のこと言ってんのか？それがあなたの短所というところですかね。今回のゲームで少しは他人に興味を持てるといいですね。まあ、生き残ることができたらですが。どうして身も知らぬ人から説教されなきゃいけないの？そりゃそうだ。と言ってやりたかったが、急に眠気が襲ってきた。なるほど。これがさらわれた時の状況なんだ。ああ、私の人生ってつまらないまま終わるのね。私は最後にそんなことを思いながら、意識を手放した。ほう、そして今ここにいるってことか。あ、なるほど。脱出パート。今度は峯岸編が解除されましてね。高森さんはもう終わったんだ。はい。じゃあ今回はここまでにして、次回は峯岸さんの、脱出する時のね、状況を見てみましょうか。はい。ご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いします。では。